ピッピッピー。クルーだ。クルーだよーい。メインホールでは行きましょう。竹を。迎えましょう。いっつもね、フルコーンさん。おい、マジか。スパーク7個、フルコーン。よ、はい、よかった、はい、ナイス、よかった、あドキドキしたわ、誰かやられてるかと、怖い、最初はキルクール短いんでね、うん、ですね、準備していこうね、いいボタンね、必要だね、時間があっという間すぎる、そうだね、うまに、そうか、もう日またぐのか、日またぐよ、早いわ。敬老の日が来たらボタン押すわ俺。それなんだ。それなんなの。それまで生きてなきゃいけない。最後の最後ギリギリにランタンから届かないかな祝辞。名前も出しやめろ。忙しいからね。しんすけさんが言うともう。お前が。祝辞とどこの状況で祝辞投げてくるやつも投げてくるやつだからな。マオ、あと誰、マオ、イロリ、え、すぐ離れたな、イロリさん、マオ、イロリ、扉閉まらんな、これは何を意味するのか、マオ、イロリ、フルコン、ボタン押しに行こう、死ぬ前に、おい、誰もいねえ、カメラついてる、いやいやいや、誰もいないな、あれ、カメラがなくなった、ちょ、ボタン、おい、おお、マジか、ナイスボタン、ナイスボタン、ナイスボタンですね、でしょ、ナイボーン、やだな、めちゃめちゃニヤニヤする、何百回と言われてるだろうに、みんなももうナイスじゃなくてもとりあえずナイスって言ってる、このメンバーから、このメンバーからいただくナイスは格別よな、めちゃめちゃ気分がいい、格別っすね、何人か死んでもないスーっていう。気持ちよさそう。実況者みんな。キッチン。キッチンスパーク。ダウンロードあるな。それとも弁当か？弁当っぽいな。スパーク。スパークさん。まあ、いっか。スパさんが上に。停電か。知らん。よし、こんなとこいても仕方なくね、やばいって、エレクトリカルは、はい、やべ、竹をしよう、竹をしよう、おお、フルコンさんが死んだぞ、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17秒前、うわー、二人死んでる、死んでる、フルコンさん、マジか、フルコンさん、あ、じゃ塩さんまで生きてるから大丈夫、俺は、俺まだ生きてますよ、敬老の塩は生きてるから大丈夫、次狙われるかもしれない、塩さんと一緒にバイタル診察室で見たんですけど、17秒前にフルコンさんが死んでます、うん、17秒前、はい、で死ぬのを確認して塩さんが貨物室の方に向かってくれたんで、僕は金庫室でフルコンさんを発見しました、あ、ほぼまっすぐ行って、金庫室、はい、これで言うと貨物室でミノルさんと会って、でラウンジで竹尾さんと一緒にアーカイブに向かったら、そこに七子さんがいたんで、はい、右側の人はそんな感じかな、あ、俺もラウンジにいて、七子がダウンロードしてるのをシャワー側から入るの
時に見て、あ、なるほどなるほど、これがラウンジで配線してる時に貨物側から何人か来ているって感じでした。マオは俺は金庫室で最初にシンスケさんと一緒になって、でシンスケさんとフルコンさんが入ってくるのを見届けて、俺宿舎前エンジンコミュニケーションまで行って、今武器庫の中かなにいます。だからまあ怪しいっちゃ怪しいっちですね。確かに。マオさん武器庫のどこらへんですか？武器庫のあの左上の奥んとこの、あの武器カチャカチャって入れるとこに今入れてました。武器庫の上の入り口に多分スパークさんがいて、下の方にいろりがいますね。あ、じゃあ3人いたのか。はいはいはい。マオさんも見てない。いろりはエンジンルームでしんすけさんを置いて、武器庫キッチン展望デッキのタスクをやって戻る感じで武器庫で通報っていう感じでしたね。タケオは僕はなんだっけ、テラゾーがファイタル見てるのも一緒に、ああそういたね、そういえば時後ろにいて、そのまま、塩さんと一緒に貨物ラウンジアーカイブあたりまで確か一緒だったと思う。そのルートは間違いないと思う、うん、ああそうなんだ。竹尾もフルコンさんキルにも関われないし、新助さんもなんか左側にいると思うから、多分だからそう、俺といろりさんとスパークさん、ちょっと怪しいかなーって、近い位置だね。キッチン脇スパーク、最初寺蔵さんキッチン脇で死にし合って停電直したと、左上のアドミンを見に行こうとした時になったんですけど、はいはい、真央さんいたかな。停電はね、これ停電中でもしかしたら死にできたかも。もう一回ボタン押してほしいぞ、ボタン、ボタン押せば詰まりそうな気がします。はい、うん、はい、はい、俺もボタンあるんで向かいますか。はあ、なるほど、なかなか面白いんじゃないですか。一応コミュニケーションサボタージュ何人かいるから、いろり7個、いや、うまいタイミングで多分やってこないと思うんだよな。押します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、フルコンさん17秒前って言ったんですけど、はい、それを考えた上で右側にその17秒で移動できる可能性がある人って誰かいます？ん？その、もう一回言って。あの、フルコンさんが金庫室で17秒前に死んでて、例えば7個高、あの、かあたりはそこまで行ける可能性はあるのかなと思って聞いたんですけど、はじめ七子さん母さんと一緒にメインではいて、その後エレクトリカルバイタル貨物っていう風に向かって、でさっきのスパークさんの話とちょっと食い違っちゃうのが、僕が貨物で停電を直しました。んー、停電直した後にミノルさんを見つけて、そのままラウンジアーカイブっていう流れです。あ、じゃあ七子は無理だね。アーカイブで俺が見たのか、七子さん、うん、七子無理だと思うよ、なんか筋は通ってますね。うん、なのでスパークさんが確実に直したっていうなら、多分僕となんか確実じゃないです。あ、確実じゃない。はい、どういうこと？要するに、どういうことなの？のとこまで行ったけど、すでに直ったとか、なんか直っていくのを見守ってたとかだったら間違わないかなっていう感じ。なんか直った気がしたけど、俺の力じゃなかったかもしれないです。なるほど。じゃあ勝ち合わないです。謎の力が。そうです。じゃあ大丈夫。じゃあ。塩さんはそんな感じで7個ミノルをすれ違って今アーカイブなんですか？そう、バイタルで寺戸さん残して、はいはいはい、貨物室でミノルさんとすれ違って、でそれまっすぐ行ってるんだよ俺、うん、でラウンジで竹尾さんと合流してアーカイブで仕事してる7個さんを見たところでボタンが押された。いろりさんのルートってもう一回聞いていいですか？いろりは、まあ、どっかで湧いて、でメイン、あ、メインだ、え、わかんない、ちょっとエンジンでしんすけさんを見て、ちょっと止まったんですよ。で、まあ、ちょっと心配になったけど、左行って、武器庫、キッチン、展望のタスクを2つやって、で、キッチン、武器庫で終わりですね。誰かに見られては、スパークさんは最後、うん、武器庫の上の扉のとこに足が見えたんですよ。あー、なるほど、はい、うん、そっか、最後しか見られてないのか。真央さんは見てる、ね、そうですね、俺目線ちょっといろいろさん怪しいなと思っていて、ルート取り的になんかやれそうな位置かなって。真央スパークいろりは誰が一番怪しいのかな、お互いに印象的に。俺目線だといろりさんかな。
スパーク視点真央さんですかね。はい。もう見てない真央さんかな。へえ。なんか釣りたいけどな。釣れそうじゃない。いやもうこれ釣ろうず。釣らんと負けるぞ。停電ね。塩さんかな。うわオレンジかな。ってことはミノルさんか。いやこれやってる場合じゃない。無理無理。マオ。マオ。デビルバッドゴースト。ナイス。おマジか。よかったよかったよかった。めっちゃいいボタン。ナイス。絶対誰か死んでると思った。いいボタン。うん、マオはイロリさんが怪しいと思ってて、イロリさん、スパークさんはマオが怪しいと思ってるってこと。そうですね、視認してないので。スパークさんのルートも教えてもらっていいですか。なんか俺、あ、はい、お願いします。キッチン脇、で、左下行って、もう一回キッチン行って、武器こうやって、で、アドミン方向に行こうとした瞬間になった感じですね。あ、でもそうすると、イロリさんとすれ違ってないのって。スパークさん怪しいな、俺、そうすると。だって、イロリさんのルートと、もろかぶりしてるんです。もろかぶりなんですけど、いましたか、イロリさん。いたよ、勝手に。スパークさんって、最初の停電、多分直してません違うのか最初の停電の時、はい、その、停電直すところ、いました。停電ボデッキ。いないと思います。僕、下ってったけど、武器庫キッチンあたりでは多分停電直ってたんですけど、上がってくるスパークさん。あ、じゃあここ対抗でいきますか？ああ、いや、でもね、テラゾー視点、キッチンの上に行くスパークさんを見送って、セキュリティキッチンの道路あたりで最初の停電になったんですよ。うん、一番最初の停電ですね。多分その後もう一回停電になってんじゃない？違うかな？あ、そういうこと？2回ですか。でもなんか脇位置的にルートを聞いてるとその2人がすれ違ってないのもなんか変な感じがするし、ちょっと違和感あるよね。うん、いやーどうかなて、うん、どうなんだろうね。釣りを入れるかどうかボタン結構押しちゃったから、なんかこうか、なんか確信がないというか、マオさんが白白ローラーに持ってってるような感じもしないでもないし、そうなんだよな、わかんねえんだよそこ3人。いや俺目線だとマジで話を聞いてたらその2人に見えるから、え、結局右側の陣営で一番フルコンさんやれそうなのって誰なんだろう。7個は無理そうだってのも分かったし、塩さんミノルさんも無理そうだと思ってんだけど、竹雄はどうなの、怪しい位置。僕は竹雄はもう多分七子さんとか宝さんとか塩さんの間に挟まれてる状態なんで、うん、なかなか切る難しい。貨物側から来なかった。そうです。あ、そうなんだ、ね、と思う。で俺がラウンジで、その前が、え、でもその前だったら俺誰かとすれ違っちゃうんだよ。ただ左にいた3人のうち2人って感じじゃないんだよね、なんか。あ、1人、そう、それはそう思います。1人はいるけど、なりそうな感じが根強いな、スパークさんの位置。なんだ、俺の位置出るの。あ、奈々子さんです。奈々子さん、ずっと死んでるのか。恋文が。いや、これは分からんな。もう一人キルされるところまでも待った方がいいのかもしんね。てか、隠しろが出てると思うんだよね。塩さんは絶対無理だし、ミノルさんも無理そう。隠しろにしていいんじゃないだろうか。で、竹雄も無理。七子も無理。この4人隠しろじゃない。俺は、わかんないけど。俺は、正直、足し点からは黒いけど。スパーク。何してんすか、スパークさん。怪しくね。いる？竹雄実る。どうしました？あ、閉じた。ボタン押せないんだよな。押せたら強いんだけど、ここで。竹を見る。いや、こうタスクしてもさ、なんか、甲斐がねえんだよな。タスクする甲斐がねえ。終わんないと思ってるから。竹を？あ、スパークさんじゃなかった。これはイロリじゃないか、やったのは。そうですね、今、今、
高田さんと一緒に上がってったけど、いろりさんが。いろりじゃないか、これ。下の上にいたんで。待ってくれ。これはいろりじゃない。魔王みたいでしょ、今。見ました。スパークさん切ったんすか、捨てたんすか、スパークさん。切り捨てごめん。そこ切っちゃダメっすよ。待ってくれ。あの、バイタル見て、スパークさんが多分最初に死んでます。で、そっから、バイタルから上がってってアーカイブからスパークさんを探して下に行った時に竹尾さんが死んでてボタンを押そう。ちょっと高田さん待ってください。いや俺はもういろりだもん。まだ俺聞いてますから、いろりさん大丈夫です。まだ聞いてますから。私も聞いてますよ。聞いてますで、これ高田さんと真央さんの二郎じゃないの。なんでちょうど高田さんもいて一緒に通報したけど真央さんはいなかったんですよ。あ、俺の後ろにいます。俺の後ろに二人が一緒に移動してたんで。視野広いってことですか。ん、二人が視野広いってことですか。なるほど。違う俺だって広いよ。ちょっと待って、あの十分高田真央の二郎はあるんだよね。あの細かく説明すると、いろりさんがアーカイブ側から、で、うん、俺とマオはもう貨物からずーっと移動が一緒で、そう、あのシャワーまで、でシャワーのメインホール側から入って上行ったら、ちょうどそこにスパークといろりが一緒にいて、ズシャって切ったシーンを目撃して、そのままいろりがレポートを入れたという。いや違いますよ。結構あれだな。シャワーにいたのは竹尾さんです。シャワーにいたのは竹尾さん。え、ミノルさん視点どうなってます？竹尾さん見てますよね。見てます。僕視点2人とも見てます。死んだ人。そんで。いつ発言しようかなと思ってたんですけど、うん、寺蔵さんもアーカイブ入ってましたよね。リフトからミーティングに登ってます。僕は竹尾が下に残って、あのミノルさんをなんか恐れてるような動きをしてたので、僕は左に、ね、向かってて、あ、ちなみにね、死体はね、同じ一ら辺にもう一下あると思うよ。門番的な感じだったと思うから、うん、そうそう、一緒にいたからダブルキルだと、まあ、信じていい気がするな。なんかどうしよう。真央さんと高田さんを追ってほしい。七子さんと塩さんは絶対にもう白だと。みのるさん視点問題ないんだったら多分いろりさんでいいと思う。寺蔵さん痛い目見ますよこれ。え？いやどういうことそれは。これ痛い目見んの？ほんま？やりうるな。でも全然あると思うけどな。ミノルさんが見てないのがまず、ミノルさんは言いたいことあったんでしょ。それ2人で追えないの、その二郎ですっていうのを追えないのかな。ダメだ。40431、よし、通報。あら、内部。よかったよかった。まあ、うん、なので、めちゃめちゃ最悪のケースを生んだったら、検視か、無理無理やってますよね、このパターンだと。まず、少なくとも、左3人の容疑者のうち、スパークさんが殺されて、今にいろりさんをやったんで、真央まで落とせば確実に1は釣れるかなと思ってます。あ、マオさんの方なんだ。なるほど。俺なんだ。最初の容疑者3人ではあるから。まあ俺の視点だとさっきのキルが絶対マオができないから、安全権取るんだったら、まあ別に俺からでも別にいいかなっていう。でもさっきの剣士の話だとそこに2体死体があって、その近くに誰かがいたっていう。で、あ、そうそう。で、実視点は絶対マオが 100% キルできないけど、あのどっちの死体もね。ただその他から見たら、俺と真央が追われるんだったら一応いろりとの対抗って多分俺だったはずだから、うん、そうですね、うん、そうまあ俺目線だと絶対できないから、まあ、そうまあまあ、うん、まあでもそうか、ここにいろうだったらそれがあんのか、全然そういろりの対抗位置が自分になっちゃってるから、うん、あと個人的には真央と一緒に行動するっていう危険性がちょっと納得できない。なその加算が真央と行動するんだっていう、真央って怪しい位置じゃなかった。そんなの考えてない。何の意味も考えてない。じゃあ、しおさん、まあご一緒するタイミングあるよ。なんかついてくるなみたいな。真っ白なのがしおさんなんで。そうなんだよね。しおさん。母さんか真央さんかどっち釣りたいです。あ、確かに。
いや、最初に容疑者3人から行くと、まあ、魔を釣れば確実に1人は釣れるなっていうのは、そこは同意なんですよ。決して魔王だからとかじゃなくて。じゃあ、魔王さんから行こう。はいはい、じゃあ、魔王さんからで。やだよ、やだ、飲めない。でも今、塩さんが魔王さんからって言ったんで、そこはじゃあ。で、あと、今日は魔王釣るとして。みんなの気持ちを。みんなの気持ちです。俺はスキップにいるから、もう一人より。これで終わったら、塩さんのこと大好きだからな。俺、これ、塩さんのこと大好きだからな。ちょっと、だよ。俺は議論してんだよ。塩さんはスキップ入れてくれると思っていたのにな。あー、傷ついてきた。こんな長年一緒にいたのに。あんなに一緒だったのに。ただ、そうなんだよな。そういうものだから。やめようよ、塩さん。ミノルさんはさっきのニキルに関われないんでしょ。これないっすね。多分そうなると、どこ、俺のセーフリポートみたいになっちゃうな。僕寺蔵さんと思ってたんだけど。あ、そう、ミノルさんがと寺蔵と竹雄でリフトの右側にいて、ミノルさんが右に抜けてるんだよね。俺のなんか言わせ、これ分からんな。どう、魔王白いのかな、どうなんだ。いや、分かんねえ、マジで。どうしよう、これ5人盤面だからこのままじゃやべえぞ。俺釣られたら終わるぞ、マジ。いや、死体発見するか、これ。え、誰かと一緒になったら誰かと加算ね。魔王かあんのか。いや、いけねえな、無理だ。マジか。敬老の日おめでとうございます。おめでとうございます。ボタン押せたじゃん。押した、本当だ。完璧なタイミングだ。ボタン押す結構ね、十何秒ぐらい前に俺、ななこさんとすれ違った。どこで。ミーティングルームに俺上がっていくところで、ね、ななこさんがね、下降りていくのを見た。で、それで入れ替わりで俺ミーティングルームで押そうと思ったら照明が落とされて、照明復活したらすぐにボタンを押したんで、七子さん多分。じゃあ、テラゾーできないんじゃね。うん。高田さんとラウンジですれ違って、貨物室で停電直したのが俺。貨物室、ああ、遠い。うん。じゃあ、七子さん多分、速攻でミーティングルームですれ違った後、ちょっとしたらすぐ照明落ちたから、高田さんとテラゾーさん違うんかな。ミノルさんか。いや、俺は無理だけど、加算は分かんない、うん、正直。俺がやる場合は、まあ、ベントで移動かな。そっち側に飛ばないとダメってことでしょ、要は、左っていうか。確かに。ちょっと実系列戻るんですけど、2キロあったとき、フルコンさんと、しんすけさんが死んだとき、まあ、しんすけさんはおそらく左にいた3人の中に、多分犯人がいたんでしょう。真央か、いろりさん。で、金庫室で17秒前に死んだって言って、俺が言ってたフルコンさんを殺したのが誰か右に抜けてるんですよ。で、それが高田さんかミノルさんなんですよね。加算かミノルさんなんですよね。ミノルはどういう移動経路だったんだっけ。それだいぶ前ですよね。そう、だいぶ前。初日ってかな、多分。初日ってか、貨物で塩さんがすれ違ったって言ってたんですけど、金庫でやって貨物ですれ違った。そうっすね。いや、覚えてねえな。多分シャワーからアーカイブ行ってから貨物す。タスクどうすか。タスクかなりやってます。俺と同じ移動経路ってことか。タスクどうですか。どこどこやってます。もう終わりそうです、僕タスク。いや、俺的に高田さんの方がまだ怪しいかなって感じ。魔王かってこと。じゃあ僕別には確実に高田さんってことですか、うん。マオカーになるね、それだと。マオカーになる。うわー、入れるかな。入れ、いやー、入れます、ごめんなさい。あ、あら、あら、あら。いやー、これ間違ってたらごめん。申し訳ない、これは本当に。ミノルさん、白だと思うんだけどな。いやー、ごめんなさい。あー、よかったー。よかったー。よく釣り行ったな、すげえ。塩さんナイス、マジで。あ、七子さん釣れ違ってよかったー。敬老ボタン最強。うん、激強だね。え、七子はリフト乗って右いた。
テレだよね、そういうことだよね。あー、なるほどね。いや、ナイスゲーム、ナイスゲームだな。え、魔王化で共謀したってことだよね。魔王化で、あの、そう、うわぁ、いろりさん悪いわ、いろりさん。うわあれ悪かった、もうすっごい黒かったもん、なぜか知らないけど。やっちゃったねぐらいの感じで。よくあの雰囲気出せたな、マオカ。やべえよ。やばいですね、やばいわ。悪いやつらがった。すりつけがやばい。全力で言ってやろう。すごいわ。半笑いで二人ともやっちゃったねみたいな。見ちゃいました。やばいな。悪党じゃないか。おもろ。じゃあ12時回りましたし、今日この辺で終わりですかね。そうっすね。はい。はい、ありがとうございます。いやいや、こんなメンバー楽しかったです。ありがとうございます。楽しかった。いや、もうまたなんか機会がありました、よろしくお願いいたします。新助さんどうでした？新助さん、ぜひぜひ。いや、もう本当に興奮と感動の連続で、うん、本当か、感動、正直者の正直者の正直者の感動。嘘つきで有名だった人だぞ、この人。いや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 、興奮と感動の連続だった、よかった。また機会があったら新助さんも行きたいですよね、またこういう。もうぜひとも。これも本心だよね。本心、これ本心。ペロペロの一言が今。よかったよかった。またぜひ機会あったら呼んでください。じゃあもう機会あったらもう皆さんまたあのお会いしましょう。放送とか動画も続けていただいて。そうですね。そうですね。またもうよ。そのまま。やっていただいて、現役で頑張りましょう。また10年後ぐらいにやりましょう。死んでるかもしれない。死んでるかもしれない。